いたたまたは、いたタクシーとは、キャラクター等の絵図を車体に施したタクシーの、俗称である。通車仕様のタクシー、または、いたいたくーを意味し、2013年10月現在は、特定企業の登録商標などではないので同様の、タクシー全般をこう呼ぶが、とりわけ、札幌市に本社を置く、町営交通株式会社の活動が顕著であった。 上営交通の運行する、通、タクの特徴は、キャラクターの著作権者との間で著作権料や広告料のやり取りをしないことにより、屋外広告物法並びに自治体の同種条例の規制を受けず一般の板車同様に、車体全面にわたる装飾を施す点と、車内にもキャラクターに関する物品を配置し、乗務員にもそれについての知識教育を施す点に、ある。 広告収入がないので車両の衣装そのものは会社の収入に直結しないが注目されるに従い運賃収入が増して乗務員にも評判が良いという。町営交通においてはこうした車両を通、クのほか、アートタクシーと呼ぶ場合もある。町営交通がいた拓運行を始めたのは2012年当時不強化にあった北海道の地域振興策として タクシーの広告活用を提案しながらも、小規模企業であるために、地元企業の賛同を得られずにいた同社の営業企画課長が、有志による活動であるために広報に悩んでいた、豊子漫画アニメフェスタの広告を自腹で引き受けたのが最初である。同課長自ら、札幌2、宅実行委員会を組織し走行させた通宅は、ツイッターやフェイスブックでは大となり、 札幌村ラジオ同年6月26日放送に、同課長がゲストとして出演するなど、地元メディアにも注目された。その後、認知されるにつれ、リトルベリーズ、青エイル、フランチェスカ、クレリス、北野カムイといった、トーチゆかりのキャラクターや人物、インターネットコミュニティのマスコットキャラクターであるクレイ、サトシなどのほか、バイオハザード6や、新生系バンゲリオン、 魔法少女窓かマギカといった全国的に知られるキャラクターを使った車両も作られる。確認できる限りでは2012年12月時点で各種キャラクター合計11台を運行した。上田政二埼玉県知事は2013年10月24日付公式ブログにてこうした活動について関心を寄せた。しかし、 町栄交通は2014年10月30日に破産、運行中だったクレイサト市の板宅は同月29日夜をもって終了している。伊豆箱根交通の板宅、ありがとうございます。